こいいな。お前らが欲しいのはこいつの体のはず。この左目の回収が済んだらこんなもの捨ててやるよ。左目を渡せばマダラがさらに厄介になる。ならそんなことさせるはずないだろう。カカシ、やつはクロゼスという名前以外実はほとんど情報が手に入っていません。ただオビトとマダラの配下としていろいろと暗躍していたようです。だがここに来てオビトを裏切った。ええ、つまり奴は元からマダラしか主と認めていなかったのでしょう。カカシ先生、サクラ、一体どう、ナルト、ナルトの中のキュービが抜き取られて、このままじゃ。だから四代目様、あなたの、俺のキュービを与えればナルトは助かるんだね。はい、大丈夫、すぐに助けてあげるよ。先生、どうなったんですか？すまない、奴にキュービを奪われてしまった。これでナルトは死ぬ、すなわち戦争も終わりだ。あとは俺の時間。こちらから出向いてやった。カカシ、あの姿は？はい、オビトと同じように陸道の力を手に入れたようですね。すいません、ですがこいつらからキュービを奪っておきました。いいだろう、左目と合わせてこっちに持ってこい。やめておけ、マダラ様がいる限りお前らは何も。ぬっ、貴様まだ。マダラ、その状態でまだ自我を戻してくるとは。まだ俺は眠っている。あんたに話がある。俺に？ここに来て一体何の話をする？あんたにとって俺は何だ？今さらくだらないことを。お前は俺にとって他でもない、マダラだ。この世界を否定する存在がマダラ。その思想を胸に行動し無限つくよみの計画を狙う者は全てマダラでしかない。お前は目的達成のためにマダラとして天寿を全うするはずだった。この世界を救った救世主としてな。お前も理解したはずだ、陸道仙人が示したこの世界は失敗した。陸道仙人の行いは人の矛盾を助長したに過ぎ、チャクラの争いあやかしの希望を生むだけだった。俺もお前たちも平和を追い求めると同時に争いを求めてきた現実がある。この現実はチャクラという力によって無限の苦しみを強いられている。だから俺は新たな世界を作る。無限つくよみにより忌まわしきチャクラなき夢の世界を作るのだ。最後にして最強のチャクラを持つこの俺が導く。そしてお前は俺そのものだ。オビトではない、こっちへ来い、マダラよ。
今日からお前が救世主だ。今でもお前は救世主のはずだ。我慢してみんなの前を歩いてるやつのことだ。だから仲間の死体をまたぐようなことは決してねえ。ある忍びがこの無知な俺に教えてくれたのだ。人を導く者は己の死体をまたがれることがあっても仲間の死体をまたいだりはしないらしい。俺はもうあんたにまたがれることもない。己の名を語らせ他人に全てを任せることは仲間に託すこととは違うと今ならわかる。俺はあんたじゃない。俺はそう、今の俺はホカゲを語りたかった。もうわかっただろ。お前は内葉オビトだ。時空間へ運べ。そういうことか。俺もだ。迂闊に飛ぼうとすればその隙を狙われるか。何を企んでいるかと思えば、まさか俺の中の美獣を狙っていたとはな。ナルトを助ける気か。だが俺から引き抜けたのは1尾と8尾の切れ端だけ。そして今のお前では時空間には飛ぶことはできない。この俺がいるから結局お前は何もなすことができない。今のお前は無力な忍びに過ぎない。俺一人だったらな。かつてあんたが教えてくれたはずだ。シャリンガンは左右揃って本来の力を発揮するものとな。二つのシャリンガンが揃った俺たちは強い。それこそ固めのリンネガンしかないあんたよりもな。目的はシンプルだ。俺がナルトの元へ飛ぶ時間を稼ぐ。それだけだ。わかった。それでナルトは助かる。カップだ、カカシ。久方ぶりのツーマンセルだな。しくじるなよ、ホビト。行くぞ。お前に預けた。すべて返してもらうぞ、ホビト。この目をただであんたに返すと思うか。少々手荒になってしまうが、まあ仕方ないだろう。お前も陸道の世界が失敗していると分かっているはずだ。いいか、陸道の広めたチャクラとは本来つなぐ力のこと。その力を忍衆として取って人々に伝え導こうとしたのが陸道仙人だ。逃げられんぞ。あとは頼んだぞ。この間に。
砲イントンライハ。本来の力か。行くぞ。今回ばかりはいい時に来てくれたよ。ガイ、なんとか間に合ったな。なぜだ。あの速度なら飛べなかったはず。そうか、2つのカムイを使って倍のスピードで飛ばしたわけか。考えたな、畑カカシ。あとは頼んだぞ、オビト。大丈夫だ、俺がナルトを助けてやる。信用できるの？俺は昔からまっすぐ歩けなくてね。